本部から2点ご報告ご案内いたします。まずはこれからの広報キャンペーン、それだけではなくて党としてのプロジェクトを始めたいと思います。名前は生声プロジェクトと申します。生の声を聞くということで、マーケティングの業界などではよく生声と、皆さんも特にいろんな街の声を拾うという意味で生声という言葉をお使いに、特にテレビの方はお使いになるかもしれません。これまで自民党は目線が国民と合ってない、上からだ、そしていつも言ってばっかり、人の話聞いてないじゃないかということで、お叱りを受けた、それの結果が昨年の総選挙ではなかったかと思うわけであります。そこで今、歩く聞く答えると最初のポスターございましたけれども、今日は谷垣総裁が新しいポスターの撮影に臨みました。でその中身が生声プロジェクト、国民の皆さんの生の声を聞きます。そしてその声を集約して次の参議院総選挙への政策に結びつけるということでございまして、この生声プロジェクトで、各地域、全国各地で、これから目標1000回でふるさと対話集会が各地で行われております。青年局、女性局、それぞれ遊説を行っております。何よりも谷垣総裁がですね、全国行脚を続けております。全部これは国民の皆さんの生の声を聞く生声プロジェクトとしまして、そして次の参議院選挙に、自民党出直して、そして皆さんと目線を合わせてしっかり言うだけじゃなくて聞くということを進めていく、これが生声プロジェクトでございます。それからどちらかというとこれまではそれぞれ総支部なり、いろんな会がありますけど、ほとんどが演説会で壇上から、皆さんと言って、そして、延々語るというのが多かったんですが、これからはですね、もっと生声を聞くという意味でその聞き役の方に徹していくと、もちろんその結果は政策として、出してまいりますけれども、聞くという姿勢、ここにポイントを当てる、そのためにはですね、聞き上手にならなければなりませんので、そういうのをファシリテーターと言いますけれども、そのファシリテーターとしてのですね、研修なども受けてまいりたい、議員に対してのファシリテーター研修というのを行ってまいりたい、このように思っております。これがまず1点で、この生声プロジェクトということで今申し上げたようなポイントをここに書かせていただきました。それからあともう一つが、前回、横須賀のツアーですね、みんなで行こうぜ、小泉進次郎衆議院議員と行く横須賀海上自衛隊の基地、海軍カレーツアーということでございましたが、今回は第2回でございます。で主催者である広報本部、その長たる私小池がですね、今度は地元の池袋に皆さんをご案内する。今豊島区、池袋は豊島区でございますが、文化芸術都市、豊島でございまして、池袋周辺をご案内いたします。ポイントは椎名町にございますが、今は常盤荘跡で、常盤荘そのものはもうございませんが、手塚治虫さんが暮らされ、そしてその後にですね、石ノ森章太郎さんや藤子不二雄さん、もう本当に日本の漫画の中心となった方々がこぞってこの地域にお住まいになった。ちなみに、手塚治虫さんはその後駅の反対側に雑司ヶ谷というところがございますが、そこに並木ハウスというところがあります。そこに越されまして、こちらの並木ハウスは現存、大事に保存されております。ということで椎名町に集まっていただいた後、
雑司ヶ谷の方にも回るということで、で最後は漫画島課長島耕作から今社長になっている島耕作の作品で知られます広金健志さん、漫画家の広金健志さんと私と対談をさせていただく、テーマはソフトパワーを考えるということであります。もちろん漫画アニメは日本のソフトパワーの強力なソフトパワーであります。私の方からは、環境のパワーというのもこれも日本の大変なソフトパワーである、などなど、古い友人でありますこの広金健志さんと私が対談をさせていただき、そして国民の皆様方の生の声を聞かせていただく生声プロジェクトの一環ともしていきたいと思っております。以上私の方からご報告のご案内。ちなみにみんなで行こうとツアーの第2弾は1月31日の日曜日を予定いたしております。私から以上です。質問のある方は挙手お願いします。ふるさと対話集会選手はいつまでにということ。そうですね、大体あるじゃないでしょうかね、やはり参議院選挙前までですね、それぐらいのスピード感でやっていきたい。300小選挙区ございますから、それぞれのところで、開いていくということで皆さんの声を聞いていきます。はい、すみません、これまでのふるさと対話集会は一致というとちょっと語弊があるかもしれませんが、山間地とかですね、ちょっと都市部とは離れたところでやったと思うんですが、この旋回というのはどういうところを、どういうふうに考えているんでしょうか。全国300、小選挙区は300ありますけれども、全国各地であります。私ですから地元都市まで開くときはむしろ生声プロジェクトの一環として、開くということにもなろうかと思っております。いずれにしましても全体として国民の皆さんの声を聞くということでは同じことなので、時にはふるさと対話集会であり、時には生声を聞く会であったりという形で、それぞれ、皆さんの声を聞くことが最大の目標ですから、それぞれの地域に合った形ということになろうかと思います。すいません、対話集会去年やる時にしかベテランの方と若い方と自民党所属の国会議員の方も全てチームに分けて、それで全部つづらと回るみたいな話を伺ったんですけども、今回の選会っていうのも基本的にそういうチームに分けたその方々が足していったら全部選会になる、そうですね、いろんな地域によってまた層によってやり方は異なってくるかと思いますが、タイトルもそうでありますけれども、基本的には聞くという姿勢、そしてそれに応えるのが政党であるというそのところでありますので、それをこう全部を包括すれば生声を聞きましょうねということになる、こんな考え方です、コンセプトです。ファシリテーター研修なんですけれども、これはもうどのようにどのような形でやるかっていうのは具体的に決まっているんですか。そうですね、日程を今、これから国会そのものが始まりますので調整しながら、この研修を行っていきたいと思っています。調整参加、いや、そういう形ではありません。はい、すいません、このプロジェクトを開始するにあたって冒頭にもおっしゃってましたが、これまでその聞く機能およびそれを政策として打ち出す機能が、うまくいってなかったからということだと思うんですけども、それは聞く機能がうまくいかなかったのか、聞く機能は良かったけれどもそれを政策として打ち出す機能がうまくいかなかったのか、それともその両方がダメだったのか、どう思ってましたか。やはりそれは総合的な問題だったと思います。聞くということとしっかりいろんな多面的なですね、見方などにも問題があったかもしれません。いずれしましても私たちはまた一から出直すということで、そのためにもよく皆さんの声を聞く、生声を聞くということから始めるのがよかろうという考え方です。よろしいでしょうか。生声を聞く、
かそのネット登場などの通知で募りますけれども、そういうあの対話集会のような形でなのに以外のネット登場などのどのような手段で情報を現在を自民党のホームページも大改造中でございまして、これは党大会の前には新しくリニューアルしてお目見えすることになります。でその際に生声 .com というその受け皿を作りまして、そこに国民の皆様方の生の声、生声をどんどんと出していただこうと。そして今度は私たちはそれをですね、ただそのままたまるわけではなくて、ちゃんと聞いて見て、そしてそこでどういう答えを出すのか、それをまさしく政策として転換をしていくということで、ホームページ上で生声 .com で受け止めていくということです。官邸はですね、今年から後見に行くというのを私も国民の声を聞くというところがあります。大変しかない。いやいや、あれは内部告発受けてるんじゃないの？確か私はそう理解してました。私は国民、私どもは国民の生の声を伺うということです。ファシリテーターの研修というのは、うちの方向の方を招くんですか、それとも国民の声を聞いてるんですか？いやいや、専門の方を招きます。よろしいでしょうか？すいません、話変わるんですけれども、小沢おかみの資金管理団体の強制調査一斉に入りまして、小沢さんは無言で、そうですね、やはりこれだけの疑いを持たれている、そしてまた法に触れたことはないとおっしゃっておられるのならば、堂々と説明責任を果たされるべきだと思います。また今回水谷建設であるとか、ゼネコンの鹿島の方にも捜査が入った、よく民主党さんはコンクリートから人へとおっしゃってますけれども、その人っていうのは実は小沢さんだったのじゃないか、コンクリートから小沢さんへお金が流れていたとなると、これは民主党の方も説明責任があるかと思っています。また政党助成金もですね、その後個人名に変わったり、それがまた次のところに、その資金団体に移っていたりと、これは公金ということになりますので、ここでも説明責任を果たすべきではないだろうかと思います。これがもし自民党の幹事長の疑惑であるならば、もう即自民党の場合は即死ではないかと思いますね。その分きっちりと説明責任を果たせる、現在与党なのでありますから、それだけ責任は大きいと思います。すみません、インド洋の救援活動を今日で決してないんですけども、元防衛大臣としてどのように考えますか？なぜ日本がインド洋上に、海上自衛隊を送って、そして給油活動をしてきたのか、その根本のところが全く理解されない、その政権において、撤退のですね、命令が下るということは本当に残念でありません。どうやって国際テロを防止するかという、世界的なネットワークの中でやってきているわけでありまして、ただアフガニスタンへの支援と変わるものではない。それからインド洋上で、この仲間の国際テロと共に戦おうという仲間と共にあそこに存在することの意義、これが政治的に理解できないということは政権を担う資格はないと私はこのように思っておりますし、またあそこでさまざまな情報が共有されている、つまり目に見えないことについては理解されない政権というのは私はいかがなものかと思うわけであります。ですからとても残念ですし、また一方で素晴らしい活動をされてきた海上自衛隊の所管に対しては心から感謝を申し上げたい。よろしいですか？はい。それでは記者